皆さん、神の神チャンネルへようこそ。湘南美容クリニック AGA 新宿院院長のドクター笠井です。本日は自毛植毛にかかる費用について解説します。グラフト数 ×1 グラフトあたりの料金が、自毛植毛のかかる費用になりますが、クリニックによっては基本料金を取るところもあります。これはあるクリニックのホームページから取っていますが、20万円、まあ、別のクリニックでもこのように、基本料金を取るところが多いのですが、湘南美容クリニックでは基本料金は全くかかりません。アルタススマート FUE という後頭部を刈り上げる方法と、ノンシェーブン FE という刈り上げない方法でも1グラフトあたりの料金をですね、このように他のクリニックと比べてみても、湘南美容外科が非常にお得であることがわかると思います。また幅5ミリから10ミリで細かく刈り上げるので、外観からは全く目立たないという、シークレットシェーブンという方法もあります。これはさらに料金がお得になっていますので、ご興味がある方はお問い合わせください。皆さん、自毛植毛の費用ご理解していただけたでしょうか。湘南美容クリニックでは基本料金は全くかかりません。また1クラフトあたりの植毛料金も、他のクリニックに比べて非常にお得になっています。全く経験のない新しいクリニックは別として、おそらく湘南美容クリニックが一番安いクリニックと言えると思います。神の神チャンネル、ご覧いただいてありがとうございます。髪の毛の悩みに関して植毛 AGA いろんな解説をしています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。